ってことで、ついに来ましたよ、高さん。あ、お願いします。ちょっとあんまり大きい声では話せないんですけど、はい、新シリーズ企画です。まあ、これまでは結構ドンマイ先輩とコラボしたりとか、ドンマイ先輩とコラボしたりとか、ドンマイ先輩の試合見たりしてましたけどそうですね、ほぼドンマイさんとしか撮ってないですね、はい、テコ入れです。お、新しい登場人物。しかもなんと今回はこれね、はい、ウルフさんの企画なんですよね。持ち込み企画です。宇田川さんが100万円で買い取ってくれた、はい、持ち込み企画を持ってまいりましたので、もうまずはね、説明もないので、はい、とりあえずはこちらの家に行きたいと思います。なるほど、舞台がここっていうことですか。舞台はここからスタート、まあ、ここじゃない時もあるかもしれないけど、舞台は何ですか、ナルトでいう、はい、木の葉の里です。あ、なるほど。帰ってくる場所があります。ナルトはね、ワンピースと差別化を図るために帰ってくる場所を作ったんですよ、はい、あ、そうなんだ。でもワンピースは世界中を旅行するでしょ、はい、だそこで差別化を図るためにナルトは里を作って帰ってくる場所を作ることで、はい、ワンピースとの差別化を図ったっていう。でナルトでいう木の葉です。あ、さすが漫画オタク、漫画にも詳しいですね。カメラ止めてください殴ります怖これはあれですか、モザイクとかをかけた方がいいんですか。いや、そんなめんどくさい事務処理めんどくさい事務処理いりません、そんなものは。これが自分の家だったら、これが自分の家だったらダメですよ、それは全部モザイクかけさせるんだ、うん、そう、ここはモザイクなしです。なるほど、はい、周りの住人の方たちにはもう先に謝っときます、すいませんこれいないっすよ。いないの、全部いないの。はい、柔道部しかいないです。あ、本当に。じゃあもう問題ないですね。ここの真ん中の下の部屋です、ね、とりあえず行きましょう。はい、先輩に階段上がらせるってのはどういう条件なのすごいっすね、なんかすごいとこにありますね。あいつ一回語るのよ、この階段で。無人島生活をした後すごい家です。家ありますね。行きます。はい、行きましょう。はい、いやいや、待たないんだ、返事とか。誰ですかとかじゃないんだ、敬語の時点で分かってるじゃないか。2万なんすよ家賃2万で安くなってるんすよ壊れるよ、ほんまに。やば家賃2万なんすよ。家賃2万なの。勝てないよ、そんな使わやっぱり家賃2万だった。 2万なんだ。ここだけで大変だから。ここだけ2万。あと無料で。全部2万。ここに2万でしょ。どこ2万なの。いや、全部2万でやらせて。ここいくら、ここは。ここ3000円くらいじゃないですか。もう、耐えれないから、ほんとに。お前、胸ぐらじゃなくて、肩ぐらつかまれて。なるほど、なるほど。ここ、肩ぐらつかまれて。胸ぐらじゃなくて。でかすぎて、歯がかけたらこうなるんですよ。あ、ハンガーかけたら広まるんだ。なんでどうするじゃあまあまあ、とりあえず中入らして。いや、中入らしてじゃないです。今日はって。今日ダメです。いやいや、今日ダメとかだよ。え、何してるんですか。いやいやいや、それを今から説明するから、ちょっと中入らして。いや、無理っす。宇田さん、お邪魔しましょう。お邪魔しますか、とりあえず。はい、クーラー壊れてるの、今。お前も壊れてるよ。え、なんかさ、入り口に当店ポールみたいなのあったけど。当店ポール、ここに、はい、当店ポールというか、なんか、ブレーメンの音楽隊みたいなのいるけど。これブレーメンの音楽ね、これ違う違う、じゃあ、あ、映さんでよ、それゴミやから、ゴミゴミ、クーラー使わない。まあ、なんでクーラーどうしたの。いや、調子悪いです。2万なんで。おい、何よ、そんな2万、これ何。おい、お前マヨネーズ、マヨネーズ入れて舐めてただろ、中に。マヨネーズ入れて、中にマヨネーズ入れて舐めてるぞ。いやいやいや、違う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 。お前一回タッパーに移すって労力使っても痩せようとしてんだろ。違う違う違う。昨日作ったんですよ、ポテトサラダを。マヨネーズはちゃんとキューピー2分の1って書いてありました。大丈夫です。キューピー2分の1を2倍使ってるでしょ。意味ねえじゃん。いや違うっすよ、そんな適量に入れた、適量に。いやいや、お前フレブルぐらい扇風機近いんだけど、やめてくれ。じゃあまあまあまあ、ちょっと座ってもらって、まあ、まあちょ一回これ止めてもらっていい。暑いよ、うるさいよね、これ、うん、うるさいっす。あ、うるさいにあげる予定の醤油がお前ほぼ使ってるじゃん。シマルのお土産を使っちゃった。お前今回シマルのお土産もらってねえじゃん、俺。だからあげるのをタイミングミスってミスって、うん、全部自分で使ってる。お前そう、ほぼねえじゃん。ごめんなさい。バレないと思った。やばい、親にバレてもやばい。いやいや、親に持ってけって言われた。親に持ってけって言われたやつを全部自分で使ってた、今回は。ごめんなさい、ほんまに。美味しかったです、これ。ちょっと欲しかった。美味しいやつです、これ。いや、まあ、減量中に醤油渡されても。まあそうですね。まあ、また今度な。はい。
説明させてもらいます。何ですか？これあの YouTube なんですけど、はあ、ちょっと新しい企画を始めようかなと思ってまして、はあ、あの港区の YouTuber の岡田さんって知ってる？家賃3万何千男。え、岡田 OA の人？そう、岡田 OA の人、はい、3万6千ぐらいかぐらいですね。まあまあそこら辺はさらさらじゃないんだけど、はい、で、それを全くパクるわけじゃないんだけど、はい、秦野市家賃2万男やだやだ絶対やだ、こんなの。秦野市家賃2万男、岡田 OA あ、そう？はい、今回まあちょっと長期シリーズでやっていこうかなって思ってまして。いやいやいや、続くっすかこれ？ん？いや、続けるんだよ。続くし、俺のメンタル続くっすかこれ？お前のメンタルはお前が勝手にしろよ俺たちは勝手に続けるからそこはお前も勝手にして。いやいや、でもそんな、で、これなんでこういう企画を思いついたのかというと、はい、まず俺が宇田川さんに送ったあの企画案みたいな、宇田川ケタル。あ、はい、企画案。では、じゃあいきますよ。僕の方から宇田川に YouTube の企画案として送らせてもらったんだけど、真面目なやつですよね、これ。真面目にふざけてる、これは、うん、これに関しては。ああ、まあまあ、なんでこういう企画を始めるに至ったかっていうと、やっぱりいつもご飯をさ、やっぱりおごらしてるというか、おごらしてもらってるというか、あ、はい、はい、はい、僕が連れてって、連れ、まあの、岡田様を連れさせてもらってる立場で、まあ、言うのも申し訳ないんだけど、やっぱり働かざる者食うべからず。もう柔道の方は夢半ばで諦めてますからね。そうですね。まあ今挫折してる、はい。YouTube の方で自分の企画でお金を稼いで、そのお金で飯をいっぱい食おうってところから始まってます、この企画。ああ、なるほど。ただ飯を食うなんてこと？今もう。いやいや、もっと簡単に言うと、調子乗るなってことです。調子乗る。まあ一つ目、まあ、毎日適当にお金を取る。一つです、これ。で、二個目、勝手に面白いことを喋ってくれるから楽。え？あ、楽？うん、楽、楽。楽したいんだ。だから他の学生に、他の学生にこんな喋って返してくれるか？あ、そうか、返して、うん。普通の学生はまず、ウルフさんと喋るってなったら緊張して喋れないから。そうそうそう。お前だけだよ。俺と喋ってるのにクーラーがつくかどうかを気にする学生がいないから、マジ調子悪いですよ、今日。どうなってんの、これ。ということで3つ目、まあ、投稿の頻度を増やしやすい。毎週真面目な動画とか、まあ、柔道系の動画上げたりもしてるけど、まあ、ちょっとふざけてるけどね、はいはい、その岡田の動画ってそんな編集いらないし、どういうこと？いや、面白いこと喋ってるから別に変なとこ削ったりとかしなくていいから、まあ、大丈夫っていう。で、これ最終目標です。ゆくゆくは港区の本物の岡田とコラボ会いたいっすか？会いたいかな、向こうの岡田さん。あ、俺と宇田川は全く会いたくない。え、じゃあ僕は会いたいっていう気持ちを持っとけってことですか？いや、持ちなさいってことそれだからお前が勝手に持てよ。そう、持ちなさいってことですか？持ちなさいって勝手に持てよ。それは俺たちが勝手にやるから。それは、あ、じゃあ俺めっちゃ会いたい人なんや。会いたい人、会いたい人いればいいですね。そう、なんなら俺が本当の岡田だって。ああ、そういうことです。ライバル心もむき出しにしてる。そう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 。しかも家賃ならなんならこっちの方が半分ぐらいだそう、確かに。そう、買ってますからね。クラもつかねえしなで、しかもなんなら多分部屋の広さはこっちの方が広いです。ああ、確かにね。なめんなよ、マジで。なんか喧嘩売ってんの？こっちだって入りたてやばかったっすよ。こっち入りたて床3箇所抜けてたからね。俺が歩いただけで親と一緒に内勤来た時びっくりしたからね。フリーフォールなってた。フリーフォール。え、ここは家です、住めますかってお父さん聞いてた。で、床直してもらって。あ、そうなんだ。大変だったんだから。テレビだってこの前もやっとついたからね。え、それは、ね、つかなかったの？テレビ線が壊れてる。アンテナ線が壊れてた。あ、このテレビ、この電話自体の中のね。へぇ、だから結構やりくりしてる2万なんで。あ、そうなんだ。そうそう、大変なんだね。で、あのデロンデロンの布は何？じゃあ、ちょっと待ってください。これ何これ？これは。マジで高校から履いてるパンツあの異形なんですよ。汚な。で、で、あのさ、あのさ、その、はい、ゴムのさ、面影もねえじゃない？これ。ちょい、あの、後ろ、一軍、後ろのパンツ。一軍もあるんだ。はい、後ろ一軍あるの？あの、その、あ、その右側。違う、待って待って待って。ねえ。どれ？これは何？これは何？お前、これは何？家賃だ、家賃。他だ、4万。これは何だよ。家賃。2ヶ月分の家賃。え、なんで干しても家賃を。ちょ、隠してたんですよ。なんで分かるかよ。あれか、隠し方バレてもうたんじゃない？太りすぎてて、あの、多分床とかにあったら使っちゃうから、自分の手の届かないところに誰かに干してもらったんだ。いや、もうそうですね、近森に。近森に干してもらったから、お前こうやって手で終わってないもん。ね、もう皆さん見てわかる通りね、
何もしてないのにすでに面白いです。熱いっす。うん、さっきからクーラーうるさいんだけど、ピッピッだから、まあ、頑張ってくれてるんですよ今つくかつかないかの瀬戸際でクーラー次頑張ります。ちょっと2万円ないで、ちょっとこれがやっぱ2万円のクオリティなんだそうなんですよ。これ以上のクオリティは2万円だとないのか。ナイス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 。でもあれっすね、2万円にしては広いっすね。いや、なんかいいコースターとかも何これは。マジどこを探してもここが一番ベストでしょ。ここだね。ここかクローゼットの中やったっす。お前ちゃんと水とか備えてる毎日。ええ、備えてないです。飲んでろお前。神棚じゃないよ。いや、そうなんじゃないですよ。いや、そのお前さ、先輩が来たから何か出さなきゃで、ミンティアのイチゴヨーグルトとチョコバナナ。いやマジで、お茶菓子とかないんで。茶菓子とかじゃないだしな、これ。茶菓子とかない。初めて見たこの味。何？お菓子の町岡で買った？あのこれまずカロリーなくてお腹が空いた時とかにパッて出てる。それお前が言うの？お前マヨネーズどっぷりのポテトサラダ食ってるくせに。これマジでナイス。ちょっとみんなに内緒で作ってるんでこれだからさ、こんな体型なのにさ、みんなの前では揚げ物禁止とかさ、変な制約結んでるから一応だってみんなでさ、なんか約束してんでしょ。あのお前は揚げ物食わない、誰々はジュース飲まないとか、なんかそういう約束してるのに陰ではこういうことやってるから。え、でも昨日丸亀で揚げ物のうどん食わなかったっすよ。なんか、なんすか、なんか俺がやってない人みたいな。いや、昨日は頑張ったんだ、あれじゃな。はい。目の前にある柏店を取らずに頑張ったんだ。柏店も、エビ店もイカ店も取らなかった。天かすは取らなかったです。でも、あ天かす行ったな。天かすは行かなかったんですけど、うん、え、油揚げは油揚げ。揚げてるね。揚げってわかる意味、うん、何あ、油何からなんだっけ、あの、おにぎりみたいな。うん、油お稲荷さんね。お稲荷さん食ったわ。それ油何油揚げてるんか、あれ。うん、そう。バレなかったな、よく。菅原たちいたんですよ、みんなで。法の抜け穴だね。そうっす。あれは上がってなかったんでね。上がってなかったらいいから。上がった後に似てるからね、あれね。甘辛く。そうそうそう、ね。そうそう。よかった。じゃあ、そうなんだ。じゃあ、で米巻いてるから。法の抜け道みたいな。でも、お前それ、カツに揚げ物って言ってないんでしたからね。じゃあ、カツにはセーフなんだ。バレなかったらいいじゃないですか、別に。まさ犯罪者の思考だぞ。ええやないか。バレなかったらええやないか。まあでもこれを今ここで話すことによって、ゆくゆくは、まあ3も4万人の方にはバレると思って。そうっすね。え、ほんまにシリーズになっちゃうの？そう。まあ今第1回目だからちょっと長めに回してるけど、うん、この前とか道場でちょっと撮ったりしたじゃん、俺が。ああ。ああいう感じで、もうちょっとずつ。岡田親に届くんですか？そう。あの、考えてほしいんですけど、来る前に一言言ってほしかった、そうじゃん。ん？こんな格好。いや、だからいいんだよ。いや、そう、だから面白いね。で、しかも、あの、最初から企画で、もう岡田、その、肌のし2万円男をやろうとしたの。なのに、開けようとした瞬間に、2万よっていうのはもう、おぉ、ね、え、そうやん、そうやん。マジでぴったりだった。そう、やっぱお前天才なんだよ。世が気づいてない。なんなら話聞いてる人みたいになってた。そう、だから俺、もう宇田川が言ってんのかなと思った。言ってない、言ってない。まるっきり。うわ。だから、やっぱり持って、あの、うん、皆さんこれガチ仕込んでないんで、マジで急に来てるんで、僕ら。あの、一応、あの、行ったのは、さっき電話1本入れて、今何してるのだけど。そうそうそう。で、ナルト見てます。ナルト見てますで終わり。で、俺、ナルト見てますだと何も言わせて電話来てるんで、何も知らないはずなんですよ。なんだ、もう、記憶すらついてなくて帰ってこないから。え、なんか送ったの？ナルト見てますって送りました。やまびこか、お前。帰ってこないから。いや、だからね、世が気づいてない天才がここに一人いるんだよ。天才じゃないし。それをさ、やっぱ、俺らはこう広めたくて始めたっていうのもあるから。そう。なるほど。もったいないなと。このままお前が大学4年間を、この土に埋もれたまま、うん、肉に埋もれたまま生活するのは、やっぱりもったいないなっていうことで、まあこれから、まあ定期的に、彼の動向でどういう生活してるのか上げてきますんで、まあコメント欄とかで岡田になんかしてほしいこととか、なんかあれば、してほしいこと、質問とかあれば、質問してもらえれば、聞くかもしれません。聞かないかもしれません。この体型なんでね、いっぱいご飯も食ったりするんで。あ、でもダイエット中です。ダイエット中なんで、ダイエット中とか怖い系とかお化け屋敷系は無理なんで。え、ダイエット中系って何？食事系ってこと？やるやる、わかるでしょ、大体。お前誰に指さしてんの？わかるでしょ、大体。誰に指さしてる？指さしてねえんだ。鍵図みたいな。俺じゃね？俺の方向いてね。じゃあ、どう向ければいいですか？お前、ザコフック船長みたいな。だから170キロの、170キロの太った子に、そのいっぱいご飯食べてもらいたいとかさ、そういうファンもいるかもしんないから。そう。だからあの概要欄にここの住所載っけとくんで、うん、何か、食事とか送りたいものあれば送ってください。あ、そうっすね。いやいやいや、いいんすか、でも怖いもん下りてきてどうしよう、そんな。でもここの住所はさすがに危ないから、トラルックエンターテイメントの住所送ってください。俺のマネジメント会社の。あ、いいっすね。そういうプレゼントも全部、僕のマネジメント会社に
あの行くようにしますんで、なんか岡田にならこれを食べてほしいとかこれやってほしいってものがあれば皆さんぜひぜひ、もう送ったりとか、まあ、お願いします。質問でもいいのでお願いいたします。お願いします。だってね、米とか送られたらさ、それだけで食費浮くわけじゃん。確かに確かに。そうっすね。またお金貯まるじゃん。やばっ。お前米メルカリで売るやん。米メルカリで売るメルカリで売らないでしょ、さすがに。僕は全部食べさせていただきます、うん、お米10升食べきるまで帰れませんとかできますね。帰らす気ないじゃん。10升は無理だな。1升だな。1升っすね、うん、1升いける。1升いけないっす、ね、5合はいけるでしょ。5合は楽勝っすね。なめとんなめとんか、それは。なめとん。5合って小学校で食ってたわ。おばあちゃんなめんな俺の。だからお前その圧力調理器みたいな顔してんのか。それは悪口や。今日むくんでる。いや今日もむくんでる。今日はむくんでる。顔面パンチされた。え、違うんですよ。この布団に座ってるこの位置がちょっと自分的に自信ない位置なんで。あ、そうなん。ちょっと自信ある位置言ってみてよ、うん、自信ある位置。30秒です。おっそう動き、こうする。いや10秒もかからんやん。いやいや、なんならお前さっきまでアロン先輩より後ろにいたから顔のデカさとか分かんなかったけど、今急にデカくなったよ。あ、でも自信あるんだよ。自信あるんだ。こっちで自信あるんで。へえ。さっきのなんてこうなってるじゃないですか。うん、なってたと思うんですけど、ちょっとこっちにあることでちょっとで、ま、前にで、肩蔵は誰に掴まれたの。僕、これあほんまハンガーなんですよ、これ肩蔵、でもこれ肩蔵掴まれてる。掴まれてますよ。うわーって、ここでデロンデロンじゃん、うん。いや、これでもこれも高校からなんで。高校から肩蔵掴まれてんだ。高校から肩蔵掴まれてる。山道で原付ずっと追われて、ということでね、はい、あとあの岡田と見合いしたい女性がいたら連絡してください。あ、それは、はい、漏れなくウルフもあの見届け人でついていくので、ちょっとそうですね、見届け人、はい、もう急がないと埋まっちゃう可能性ありますんで。いや、俺あれちょっと解釈人で行きますんで。解釈人で。いや、解釈しないであげてください。ひと思いに。いや、ほら岡田、ほらあのその女性のさ、はいはいはい、あれなんつうの、女運っていうかさ、はいはい、悪いじゃないですか結構。あ、最近はだからやっぱウルフさんに見極めてもらわないと。そこは確かに。ただその俺の経歴見てもらえば分かるけど、私ということで、まあこれが第1回ってことで、まあ一応あの岡田くんに突撃してあの撮影させてもらいました。多分第2回からも突撃して撮影することになります。急に行きますんで。急に行きますか。あ、逆にその岡田の方からちょっと今これやってるんで来てくださいみたいなことがあれば。あー、そうですね、なんかこれやってるんで、ちょっと面白くなりそうだな、うん、みたいな。じゃあということで、まあとりあえず次回は一旦あの岡田の生態みたいな、あの岡田の情報を一回ね流させてもらう。全部整理して、ほら体重とか身長とか経歴丸裸にするわけだ。そうですね。ベンチプレスとかね。ああ、なるほど。全部そう、あの 50m 走何秒とか。うわー、内側何度する。内側何度する。これ超気になるでしょ。果たしてメガネはちゃんとあの目にかかってるのかとか。ああ、なるほど。ここもしっかり測るわけですね、うん、そう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 。夏はメガネ型に日焼けしてないかとかね。とうとうね、あのいろんな情報を次回は整理して。話しすぎると次から話すことなくなる気もするけど、うん、まあ多分なくならないんだけど、うん、まあこのぐらいでやめときます。一応1回目は、ね、はい。ということで皆さん、秦野市家賃2万円男岡田大江、これからもこうご期待ください。本日はご視聴ありがとうございました。分流取ってみたもやろうね。いやー、お前やめてください、それだけは。お前分流取って。